2015年5月11日、韓国ヘラルド経済によると、韓国サービス業の労働生産性が米国と比較して半分しかなく、日本と比較しても 71% に過ぎないことが分かった。韓国貿易協会国際貿易研究院は11日、報告書、国際比較を通じた我が国のサービス産業の現状で、韓国のサービス産業が規模と生産性で経済協力開発機構 OECD 主要国に比べて大きく立ち遅れていると指摘した。報告書によると、国内サービス産業の名目 GDP 比率は2005年以降 59% で成長が停滞しており、80% に迫る米国、英国、フランスなど OECD 主要国に比べて低く、その上、高付加価値の知識サービスの名目 GDP 比率は OECD 諸国で最も低いレベルである。一方、サービス産業の雇用比率 69.5% は OECD 平均に近い水準にあるため、規模に比べて雇用の割合が高く、生産性の低下につながっている。特に韓国のサービス産業の労働生産性は米国の半分、日本の 71% であり、その低生産性の主な要因は、参入障壁が低い低付加価値サービス業種での就業者が増えているためだと分析されている。この報道に、韓国のネットユーザーから多くの意見が寄せられている。韓国では、サービス業の地位が低いことの原因にあると思う。ただ、単にサービス業の賃金が低いから、名目 GDP が低いだけじゃないのか。日本や米国と比べようとするのが間違い。サービス、金融部門の生産性が低いのは問題だ。これらの産業が労働生産性を主導する分野だからな。製造業は今追撃者が多く、生産性を向上させるのも難しい。生産性には全く貢献しない公務員、判事、検事が優遇される国だから当然の結果だろう。このような問題が生じる最大の原因は政治、企業の癒着だ。韓国は一部の既得権益者だけの国だ。経済効率よりもある特定体だけ元気に暮らして腹いっぱいになることが優先される。先進国は個人の生活を重視するが、韓国は12時間以上の労働を平気で行う会社もある。効率がいいはずない。賃金はスズメの涙の非正規職ばかり。愛社精神なんてないんだから生産性だって上がるはずはない。